天才を殺す凡人すごそうだよね <laughs> やっぱさ今あの本書いてるからさオチに使えそうなやつオチに使えそうな,なんかドラスティックな主張がありそうな本を優先して読もうみたいなフェーズに今入ってましてだから「天才を殺す凡人」とかをこうやっとくと良さそうですよねこういうことをやるのは凡人だみたいな,なんか鋭めの教えがありそうなんで早めに処理しときたいなっていう意図でございます 西野さんの声で再生されるっていう声がありますけど、そんな感じしますよね。西野さんも書いてましたもんね。無知が積む未来みたいな。君たちは無知だからクラウドファンディングのこと批判なんかしちゃうけど、そんなことをすると将来あなたもクラウドファンディングできなくなって困りますよみたいな。批判しない方がいいよみたいなやつね、ありましたよね。そういう雰囲気が湧いてきますよね、これも。 僕これ前情報は完全になしですね。職場の人間関係に悩むすべての人へ、なぜ分かってもらえないなんかちょっと繊細さん味もあるよ、ね。本当は能力低いのをね、適正に評価されてるだけなんですけど、あいつらマジで俺の価値分かってくれないんだけどって言ってる人のための精神安定剤みたいな感じがしますよね。自分のことを天才だと思っている繊細さんのための本。いや、そういう感じ、そういう感じ,うう感じ。 そういうい雰囲気ありますよね無能なんだけどこう自分のことを天才だと思っていてなんかあいつらマジで分かってくれねえわって言ってる人に向けて書かれたトランキライザー本の香りがしますね表紙の裏誰の中にも小さな才能がいるあとはそれを応援する人がそばにいるかどうかが大事その人物は隣の友人かもしれないし恋人かもしれない家族かもしれないでも一番近くにいつもいるのは間違いなく自分自身のはず この本は自分を天才だとか秀才だ凡人だとか分類するものではなく登場人物を通じてあなた自身を応援するための一冊ですなんか読めないサインが入っているすごいよマジック・オブ・メモが本文ラストじゃなくて裏表紙に書いてあるパターンユーガーってすごいこうサインだなーっていうつなげ字で書かれてますね北野ゆいがさんねえー、表紙裏アジテーション 才能、組織、社会をめぐる、全く新しい見取り図。あーすごい。でっかい。字でっかい。<laughs> 細い明朝体ででっかい字。怖い。怖い。だいぶ来てるね、これ。だいぶ。斜めなの腹立つね、またね。この角度何っていう。斜めなの腹立つね。この物語は、公開すぐ30万 PV を超えた話題のブログ、凡人が天才を殺すことがある理由を書籍化したものである。なるほど。 この世界は天才と秀才と凡人でできている。でも三者は殺し合うことがある。もし世界が100人の村だったらの物騒バージョンみたいな入り方です。<laughs> この世界は天才と秀才と凡人でできている。みたいなね。でも三者は殺し合うことがある <laughs>。 <laughs> もし世界が100人の村だったらあの物騒バージョンだ完全に <laughs>。天才で秀才は妬みと憧れの相反する感情を天才に対して持っていると。で凡人は秀才に対して天才だと勘違いしているなって思って見ていると。秀才は心の中で凡人を見下している。で凡人は天才を理解できないから排斥する。なるほど。 なるほどね。これなんかそういうデータとかあるんすかこれあなたの感想ですよね。どうでもいいな、この、凡人は天才のことを理解できないから排斥するっていう決めつけ、すごいステレオタイプですよね。これもさ、だからツッコミのこれすごいのよ。天才は凡人に対してプラスの感情を持ってるんですよ。本当は理解してほしいっていう。まあ、ここは100歩譲っていいとしてさ、でも天才は秀才に対しては興味がないって書いてあんだよ。 いや、これはおかしいでしょ。天才は凡人に対して本当は理解してほしいって思ってるんだったら、天才は秀才に対しても本当は理解してほしいって思ってるはずなんですよ。天才は本当は孤独だよねっていう話を書いてくれるんなら、まあわかるんですけど、なんか、この三く組の関係みたいなのをちゃんと成立させたいがために、天才は秀才には興味がないんだよねって、恣意的にこのマイナスをとりあえず置いといてますよね。なんか三巣組の関係みたいなさ、じゃんけんみたいな、なんか、おーなるほどみたいな人がこの図だけを見た時に、おおなるほどって言わせたいがために、とりあえずここまで マイナスであって欲しいなっていうのがあってそこから逆算して無理やり理屈をひねり出してますよね全然これは図として意味のあるものとか著者が整合性を持った体験の中から生み出した図じゃなくてとりあえずこういう感じのものを載せておきたいなっていうマーケティングの発想から書かれてますよねこの図かもうこういう本ゴミですよねもう開始2ページにしてゴミだなって思いますねはあ腹立つな ああ入るか話。ちょっと2ページ目にしてもう喋りたいこといっぱいありすぎてイライラしてしまってますけどこの本は才能をビジネスの世界で必要な3つに定義しその才能を生かす方法を段階的に解き明かしていきます才能とは何かっていうのをここで理解しようっていうことですねさあ才能を理解し愛する旅に出かけてみましょう腹立つなこの前書きの終わりもダメそうさあって言って始まるさあって言って前書きが終わる本大体いいダメっていう法則がありますよね 才能って何だろうステージ1、ムカつく。第1章のこと、ステージ1って書いてる。腹立つ。全部鼻につくな、この本。いやー、腹立つな。やばいわ。寿命縮まりそう。腹立つ。これあれですよね。僕を殺す本の可能性ありますよね。すっごい腹立つの、これ。やばい。こんな鼻につくの久しぶりですわ。えー、ステージ1、才能って何だろう アンナは終わったっていう見出しがついてますね。その週刊誌には、カリスマ女社長、暴走加速、企業を私物化する経営者は年収まる万円の見出しが踊っていた。目の前の男は続けた。小説だったのこれ <laughs>。意外 <laughs>。あ、これ小説、小説だったんですね。すいません、ちょっとそういうテンションで読んでなかった。あ、小説だったのか、これ。なるほど。ちょっと、あ、予想外だな、これ。やられたな。小説か。めんどくさいな、読むの。夢を叶える像以来の。 物語形式の本ですね。上皇アンナとの出会いだったと。会社に入ったきっかけがね。彼女を見たとき、天才だと思った。上皇アンナは、天才だ。社長に惚れ込んで入社したと。でも、終わったぞとかも結構世間では言われてて、会社の人もそう言っていると。天才が今殺されようとしている。あ、なるほど。天才が殺されようとしているのはこの上皇アンナさんですね。八甲語り出す。八甲像がキラリと光った。その願い、叶えてやるワン。<laughs> 八チ公像を喋り出した。<laughs> これ何そういうフォーマット決まってんの夢を叶えるゾウではさ、なんかガネーシャが喋り出すみたいな。ゾウの神様が喋り出すみたいな。なんか動物が喋り出すみたいな。そういうルールあんのこの自己啓発っぽいビジネス書小説は、動物が急にファンタジーで喋り出すっていう。だから、この天才である情王アンナを救いたいなっていうことを言ってたら、それを救う方法を教えてやるぞって犬が言い出したと。教えてやるワンって言い出したと。何者なんですかその。 あなた様はオラか、おらか悟空と同じ喋り方じゃん。ハチ公じゃなくて、モグロ服像だったらやばかった。あの、笑うセールスマンの人ね。そっちだったらやばかったっすね。その方法、教えて差し上げましょうかって、モグロが言い出したらもう、バッドエンドしか待ってないですからね。大丈夫でした。ハチ公です、今回は。おらか ?CWO だ。チーフワンワンオフィサー。くだらね。<laughs> チーフワンワンオフィサーな。あ、それはもしかして、犬だからワンですかんだべ。 関西弁に微妙に東北弁が混じっていませんかそれはオラ大阪育ちの秋田県やから <laughs> つまんねえこの本 <laughs> つまんねえこれすごいな <laughs> 待て待て待て嘘やん嘘ジョークやんかおめえほんま分かってない関西人ちゃうやろ本当はなオラは CTO や CTO とほほ犬にまでからかわれている おじさんが書いた本なの、これ。おじさんのセンスだよね。とほほいやー、夢を叶える像を読んだときも、滑ってんな、みたいな。何この、おもんない、おもんない、なんか、謎のしょうもないネタ、みたいなの思ったけど、よりひどいよ、これ。夢を叶える像より滑ってるよ、これ。とほほコメント欄でもちょっと流行ってますね。結構みんなトホホって言ってますとで、CTO はチーフタレントオフィサー。T はタレントの T や。すべての才能を司るもの。 チーフタレントオフィサーや犬の才能は人間を魅了することだ犬の才能は愛される余白や人の才能は3種類ある天才と秀才と凡人だとやっと本題入ったけどその直線に急になんかあれが入るね人間が抱えるほとんどの悩みは一緒や それは自分がコントロールできないことを無理やりコントロールしようとすることから生まれているクリシェな教しで放り込んできたね <laughs> 独創的な考えや着眼点を持ち人々が思いつかないプロセスで物事を進められる人天才と論理的に物事を考えシステムや数字秩序を大事にし堅実に物事を進められる人秀才と感情やその場の空気を敏感に読み相手の反応を予測しながら動ける人凡人 の3種類がいますとであ、お前は凡人だって主人公が言われていると。でもな、天才ってそんなええもんちゃうで。天才は変革の途中で凡人、君らに殺されることがあるからな。なんかしょうもないなこれ。もうこの後の展開も全部わかるし、あれでしょ。天才はすごすぎる独創。発想が独創的すぎるから、みんなから非難されるよね、みたいなやつでしょ。ジョブズはアップルから追放されるよね、みたいなやつでしょ。 エア r ビン b は最初創業当時そんなビジネスモデルがうまくいくわけがないとみんなからボロクソに言われたみたいなやつでしょもう全部ビジネス書をクリシェなんよこの先の展開まだ読んでないけど断言するけどこの先の展開ビジネス書クリシェなんよ全部できるガチ天才さんも何もできないかっこ自粛さんもいるんだよないやそうそうそうそれはねものすごくそうですねこれ以上喋るとちょっと自粛さん へのたたりがままちょっと出てきそうなんで気をつけます天才の時代から秀才の時代へ現代においては天才が凡人にマネジメントされるところに行ってしまっているから大企業はイノベーションを起こせないんだ最初に天才がいてそいつがマネジメントしてるんだけど企業大企業が成熟していくにつれて天才タイプってトップから引きずり下ろされるよねと。 で秀才がマネジメントするようになるからイノベーションが起こんなくなるよねって話でまさにさっきのやつですねジョブズあの途中で追放されがちみたいなでアップル業績低迷しがちみたいな話でしたじゃあクリシェだで凡人と天才の関係はこうであると で天才と凡人の間にはコミュニケーションの断絶があってこれが天才を殺す要因だと話しても伝わらない天才と凡人は軸が違うんだ天才は創造性という軸で物事を評価する秀才は再現性という軸で評価する凡人は共感性で評価する <laughs> 違うと思うけどねこの図ね全員共感性で評価すると思いますけどね天才も秀才も凡人も大体全員共感性で評価すると思いますけどね人間はすっごい だからこの図もさっきの図と一緒ですよね。なんかそれらしいものを1人に1個こう軸を与えとこうみたいな。1人に1個ラベル貼っといて、おおって思わせとこうって無理やりモデルに当てはめているやつですよね。しかも全然データも何もない。あなたの感想ですよねっていうので書いてる。参考文献載ってたりするかな、後ろの方に。載ってません。だと思いました <laughs>。参考文献がないことに対してみんな、とほほっていうコメントしてますね。ないとほほ <laughs> 伏線みたいになってる <laughs>。さっきの <laughs>、さっきの徒歩が <laughs> 伏線みたいになってますね <laughs>。いや、徒ホ法っていう感じがしますね <laughs>。あと、この本すげえ、後ろの方がさ、丸ごとあれだったよ。ブログに届いた感想みたいなのが後ろの方に丸ごと載ってますよ。すげえ。30ページ埋められてるわ、ブログに寄せられた感想で。すごっ。 この本カバー2個ついてる今さ、なんか読んでて読みにくいなーって急に思ったんですけど、2個ついてたカバー。これ剥がすと、天才を殺す凡人ってでっかい字だけの表紙になるんだよね。この本作った人は天才だから、凡人である僕には理解できないんですかね。<laughs> なんで表紙カバー2個つけたのっていう理解できんなーって言って、今排斥しようとしてるこれは僕が凡人であり、これ作った人が天才だからってそういうことですからね。ちょすいません、失礼しました。 ちょっと僕が凡人だったのでちょっと変なとこ突っ込んじゃいましたけどやっぱ天才のやることは理解できなかったっすね人間の数は凡人の方が圧倒的に多いああほらーもう完全に僕の予想当たってんじゃんそうだべビジネスの世界でもそうエアビン n b やウーバー iMac 何なんでもそうや革新的なサービスが最初に生まれた時は常に凡人によって殺されそうになることがほとんどや当たり前やな凡人は成果を出す前の天才を理解できないからはあ 単純な対立じゃないと思うけどね。天才性が重んじるのは創造性であって、凡人が重んじるのは共感性ですみたいな、そんな単純な話じゃないと思いますけどね。単純にそのビジネスアイディアをどれぐらい信じてるかとかさ、ビジネスモデルに対してどれぐらい見えてるものがあるかみたいなとこなわけで、別にその天才と凡人はそもそも見るものの軸が違うから話が噛み合わないんですよみたいな話では全くないと思いますけどね。価値観の軸が違いますとか、もう全然見当違いだと思うけどね。何を根拠にこれ言ってんですかね。 実はこれ大企業でイノベーションが起きない理由と同じだべ多数決こそ天才を殺すナイフとなる <laughs> 社会からの反発の量を見れば創造性は間接的に測ることができる。 企業はイノベーションを起こすには反発の量を KPI に置くべきや。マジですげえ企業って反発の量を KPI に本来は置く方がいいんだって。へえ、創造性を考えるための KPI は反発の量らしいっすよ。ってことはあれですね、バイト全員にバイトテロさせればいいんですね。冷蔵庫に全員入らせてみたりとか、全員食べ物遊ばせてみたりとか。 食べに入れてみたりとか、そういうのさせまくれば、創造性がね、測れる KPI ですから、反発の量で、反発の量でね、もう測ることができます。めっちゃ創造的な企業になりますね。バイトテロ。バイト全員にバイトテロさせるマニュアルを作れば、完璧に創造的な企業になりますね。ぜひ皆さん、イノベーション、うちの会社で起こしたいと思っている経営層の方は、ぜひですね、バイトテロを義務付けてください。そうすると、反発の量が出てきて、それによって創造性を測ることができます。完璧です。いやー、めちゃくちゃだな、こいつ。 適当なこと書いてんなだから天才は凡人に理解されないでも結果を出した途端は手のひらをん結果を出した途端に手のひらを返しますイノベーションを加速させようとすると自分の会社を潰すリスクになっちゃうからイノベーションは起きない凡人のせいでイノベーションは起きないこれが破壊的イノベーションの理論カッコクレイトン・ M ・クリステンセンを人間力学から解説した構造やな腹立つな このさー、浅いクリステンセン腹立つよね。浅いクリステンセンと、あと、あれ誰だっけえっと、イノベーションといえば、あの人。えっと、浅いクリステンセンとか、シュンペーター、それあれだな、コメント欄。えっと、手袋さんあれだな、それそれ,それ,それ僕が言いたかと、それ。浅いシュンペーターとかさ。 もうその浅い、浅い経済学者の上積みだけ救ってきて、なんか、そういう、これがその構造だ、みたいなことを言うやつ、めっちゃ腹立つよね。いやー、やだなー。黒いタートルネックは、体のラインの美しさを強調していた。ああ上皇アンナさんだったんですね、この表紙。天才を殺す凡人。これ、上皇アンナさんのイメージ図。天才のイメージ図だったわけですね。 黒いタートルネック着てるところがもう完全に <laughs> 意識してる人物が分かって面白いですよねめちゃめちゃジョブズじゃんっていう超意識してますねジョブジョブズを情能アンナが経営の問題で外されそうになっていると今回のプロジェクト失敗したら社長を退くとか言ってるとすごい情能アンナめちゃめちゃ主人公に対して高飛車だあでもなんかかっこいい 青野お前だけは最初から最後まで私のことをずっと信じてくれただから何があってもお前だけは首にはさせない絶対に社長かっけえなおい無視するな分かったなめちゃめちゃこう姉御肌姉御肌社長ですね上皇アンナは当時は全く無名だったが美人クリエイターが変わった動画を作っていると聞いて見て天才だと思って彼女の会社に入った動画作ってたんですね上皇アンナはへへへ コメント欄で興奮しますね <laughs> っていうコメントが来ている <laughs> 知らん知らん <laughs> あなたの壁は知らんよ <laughs> で犬がアカウンタビリティってやつやな経営はアートとサイエンスとクラフトであるもうこの話ももう嫌なのよなんかアートとサイエンスがなんかすぐ言うよねアート思考みたいなさ世界のエリートはなぜ今美意識を鍛えるのかみたいなさもう飽きたってその話聞くの秀才はサイエンスできるって話だろ分かった だってクリシェつまらんなこの本つまらんな天才の世界と秀才及び凡人の世界は完全に分かれていて見えない天才の見える世界というのは描写はできるけど実態を見せることはできないということや何を根拠に言ってんのずっとそんなことないじゃんそんなことないじゃないですかちゃんと説明できてるからみんなさ商品化まで持ってきてるわけでしょ ジョブズは iPhone ってこういう発明なんだよとこういう風に使えるデバイスでこれってすごいと思わないかいって説明をみんなにできたからああやって売り出せたわけでしょ。天才の見る世界は見せることができないじゃないと思うんだけどな。説明不能なものじゃないと思うんだけどな別に。 はい出たキャズムリロンキャズムリロンクリシェ全部の全部のクリシェが出てきますね。この本のオチがこの本は新規性も再現性もないただ共感性のみに基づいていることに気づきましたかだったらすごいすごいだとしたらすごいこの本読んでる途中であ凡人向けの本だなこれはとあなたはお気づきになられましたでしょうかもし気づかなかったとしたらあなたは凡人ですねこれから先凡人として生きていってください 創造性のある切り口で物を見ることはあなたには不可能ですって書いてあったらすごいねだとしたらやられたってなるよね <laughs> はいキャズム理論ねイノベーターは2.5%しかいないです知ってますめちゃめちゃ知ってます つまらんなその何もさ根拠なくさなんかこう、天才とは見えてる世界が違うんだとか、実は天才はこういう軸で判断していて、こういう軸で判断していて、みたいな、なんか適当にそれらしいことをてっち上げてさ、なんかそれらしい図とか書いてさ、こういう人はこういう人を潰すんだ、みたいな、なんかさも一般法則として確立されましたよ、みたいなものをズワーっと羅列して、なんか物語調にして、何かを分かったような気にさせるだけのバカのためのアヘンですよね、この本は。天才を殺す凡人じゃなくて、バカのためのアヘンっていう本のタイトルに変えて売ってほしいです。 だからそれやってほしかったよねこのカバー二重のカバーになっていてこの上のカバーを外すとバカのためのアヘンっていうのが出てきたらめちゃめちゃ高評価ですけどねこの本最高に面白いですけどねそしたらそうあってほしかったな誰だもうめちゃめちゃ口悪くなってる今 <laughs> めちゃめちゃや,やだよねこのこの感じ嫌だよねっていう気持ちが強すぎて口がシンプルに悪くなってきた先生より勉強できるから授業と全然違うことやっちゃいますと天才は 飽きているからなんかやっちゃうんだけど先生に怒られますこうやって凡人に天才は潰されますわかりましたこれも先生今書いている本二重カバーにしましょう <laughs> あーそれ面白いなあ。それやりたいねそれやりたいねこの表紙にさビジネス書ョーを100冊読んで分かった成功の黄金律みたいな表紙にしといてパコッと外すとそんなものはないって書いてきたよね <laughs> それいいなそれできないかなちょっと相談してもいいかもしれないですね編集者にそれちょっともしかしたら使うかもしれませんで天才は秋のの中でではははは生生ききていいけない生き物ななな物んんややた瞬間天才は天才才なくなるる普通の人に降格するんや、はあさっきまでこいつさ天才と凡人秀才の場所はもう全然違うんだみたいなそこは大きな壁があって絶対に覗けないんだみたいなさ図出してたけどさ 凡人と秀才と天才はもう生まれながらに全然違うからここは分厚い壁があって越えられないんだぜみたいなこと言ってたけど天才は飽きてきた後は普通の人に降格してしまうって書いてるねこの壁は壊れるということですね全然天才というのはそもそも見えている景色が違う生き物だって言ってたんだけど飽きてしまった瞬間天才は降格するらしいですね論理破綻じゃない <laughs> 全然そ合ってないよ前で語ってたことと。 もうだからなんか適当なことだけ並べてってといてさ、適当に物語適当に展開させとこうっていう本ですかね、これはね。出来の悪い本かな。ああ、いいコメント来てますね。著者、飽きて凡人になったな <laughs>。あーなるほど。著者、最初の方だけ書いて、最初の方書いてる時はね、ちゃんと天才だったんだけど、途中で <laughs>、執筆途中で飽きて凡人に変わったんかもしれないですね。降格したのかもしれないですね、天才から。そりゃしょうがないね。しょうがない。 何しょっぱい顔してんねん、しっかりせいって言われた犬に言われて、でもって主人公が言ったら、でもちゃうわ、バカタレが、ワン <laughs> 叱られるとき、<laughs> 怒るときそうやって怒るんですね。でもちゃうわ、バカタレが、ワンって怒るんですね。可愛くていいっすね、こいつに説教されると。ひ <laughs> えー、スヌーピー、人生は配られたカードで勝負するしかないのさ。ってな、こう答えたんや。 ああ、引用クリシェだ。あと、なんか勝手に足してる人生はって足してる。これあれでしょ配られたカードで勝負するしかないのさ。だよね。人生はは原文にはなかったはず。これもね、あのパターンだね。松下幸之助のあなたはついてましたかと聞いていたっていう。神メンタルによる神改変と一緒ですよね。これも勝手に勝手に神改変してますよね。配られたカードを知る。 のが大事だと共感性という才能を生かそうとしただろう。配られたカードで戦ってみたやろ。自分の才能を理解し生かす。凡人は凡人なりに共感性を生かすっていうのを、まずここまで来れたからお前は偉いよ。ステージ1クリアだ。 って言って、ステージ1が終わって、今ステージ2に入りましたね。ステージ2、相反する才能まで来ました。あー、なんか言ってることめちゃくちゃじゃないこの本。最初のさ、前書きの段階でさ、3つのパターンが出てきますけど、これは別に誰かっていう話じゃなくて、この3つともあなたの中にいますよ、みたいな。いるかもしれません、みたいなこと書いといて、でも凡人は凡人なりの才能を生かして勝ちたいんです。勝つといいです、みたいな。 秀才に勝って、ジョーのワン田、天才を生かしたいんですって言ってよくやった、ステージ1クリアだっつって、ステージ2だっ,って、完全に凡人としての戦い方を身につけろっていう話がしゃまってますよね。もうめちゃくちゃだな、<laughs> 前後とも整合性も全然取れてないし、な,なんだこれ。